様と騒動、そして馬群の中に7番のキャンベルジュニア、おしまいから2投目、5番のロンドアレグロ、最高峰追走9番ダニオンゴールで3人の中で1つに入りました。アベルス10番のスーパーフレアリードを出した。それから15番の楽天に決まっている。その1番の1番のレジェンドコース3番に出るかと受け取っている。あとは広島が8番の両者で2番に押し通す。4番手がこれからどうするか。2番手を2番手が2番手を2番手10番の4番手が